こちら。今日、5分ぐらいあります。お時間、する限りお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、今日も起きるわようですが、おにょにょポーズで肩を外旋させるために手のひらを上にさせて肩に効かせるってありですかっていうお話です。おにょにょポーズ、このね、ありますよね。ここにおにょポーズがあると思いますが、手のひらをこうね、つけるじゃなくて、手のひら台紙じゃなくて上にするっていうのはありですかってことなんです。ちなみに、ジュニアーナムドラーとチンムドラーの違いって考えたことあります？まずはね、考えてみてください。ないしはその違いを感じてみてください。そしてその中に、このご質問の答えがあります。あります。あります。さあ、何でしょう？何でしょう？何でしょう？ジュニアーナムドラーっていうのは、こういうムドラーです。このピクチャーがやってるようなムドラですね。で、チンムドラっていうのは手を下にするムドラです。ちなみに、レンゲ座を作って呼吸の時とかね、ハタヨガプラディピカとかでは、チンムドラをか、ジュニアムドラで、なんだっけ、パドマーサナを取って呼吸を深めましょうみたいなことが言われています。ちなみに、両方とも人差し指と親指をくっつけますよね。で、そうすると、まあ、一般的に言われてるのかな、なんか私がね、聞き知ったところでは、親指はブラフマン、人差し指はアートマン、で、3つのグナとか、これ、ムドラー全書とかっていう本から引っ張ってきたんですけど、そういえば、親指は首の呼吸、さらに人差し指は、胸郭の呼吸、こんなムドラーがありますよ、みたいなことを言われています。ちなみに、チンムドラーは第1チャクラから第6チャクラを、調整すると言われています。さらに、ジュニアーナムドラは、第6チャクラを、調整すると言われています。その違いは何か考えたことありますか？ないしは自分なりに答えを導いたことありますか？答えは私の中ではこの解剖学にあります。手のひらを下にすると上にする、何が違うかっていうと、筋膜の流れが変わってきます。手のひらを上にするっていうのは、この背中、ごめん、手のひらをね、上にするっていうのは、この手な背中のね、アームラインと呼ばれる、筋肉が優位に働きます。手のひらを下にするっていうのは、この、アームラインのフロント、前の部分が働きやすいです。で、なんで前と後ろで違うかっていうと、機能的には後ろ、こうね、手のひらを上にしてあげると、肩甲骨の翼が開こうとします。開こうとします。この筋肉の流れを見ればわかるけど、上に上に引っ張ろうとする力なので、人間だと肩こりみたいな力に筋肉が動きやすいんですね。ただ、下にしてあげると何が起こるかっていうと、大胸筋、なるちは広背筋、これ、腕を下に下ろそう下ろそうってことなんですよ。さらに肋骨も下に加勢させようっていう機能が働きます。そういう、それを考えると、関連してその肩甲骨を下に、肋骨を下に下げようっていうね、力が働くとなると、どっちの方が呼吸が深まりやすいですかってことなんですよね。どっちの方が呼吸が深まりやすいですかってことなんです。ちなみに、肩甲骨を上に上げて、呼吸が深まるでしょうか？深まると思いますかね？実は、肩甲骨を上に上げるっていうのは呼吸は深まらないです。肩甲骨を下に下げようとする筋膜のラインが、この、肋骨に付随する、このアナトミーライン、アナトミーじゃない、ディープフロントライン、ラテラルライン、スパイラルライン、これ全部ね、肋骨に関与してくるので、肋骨の動きが肺の、臓器としての肺の呼吸を、司ります。さらに、このね、腹式呼吸をするためのお腹の中の筋肉、横の筋肉、前の筋肉が、この辺りでしっかりと働いてくる。そのためには、手のひらを上じゃなくて下にするっていうことがとっても大切になってきます。そうなってくると、手のひらを上に向けるっていうのは、肩を効かせるっていう分にもありがと思います。ただ、お祈りのポーズは何を深めていきたいのかってことをもう一回考えてください。肩をリラックスさせたいなら、それはありだと思います。さあ、こんなことを結構ずっと、私の寺子屋でやってます。で、この、1日に 4個ね、今、質問を出しているんですが、この3番の、プランだと、5週間、見放題、さらに有料のワークショップもできます。で、もっと勉強したいという方はね、過去から結構もう100本近くやってるんじゃないですかね。合計で200本ぐらい、200強ぐらいの、
ビデオがありますので、ぜひね、一緒に勉強したいという方は4800円の方で一緒に勉強していきましょう。さあ、今日も切るわよ。おいにおいのポーズで肩を返して、すぐに手のひらを上に、そして肩を引かせてありですかということでした。それでは、さようなら。また次回。今度は多分水曜日かな。はい。先週、土曜日やりますね、したんですけど、ちょっと疲れちゃったのでお休みしました。それでは皆様、しっかり勉強してください。一緒に勉強していきましょう。ではでは。